狩野にはぴったりの岸本でした。チャイルズのスクリーン使ってスイッチ誘発、ガルシア3、ここで外も来ました。北海道としてはどうですか、ノースリーのディフェンスになりますか。いや、まあ、そうです。いやまあ2ポイントも、いや、これは打ってきた、エンド1、辻直人の3ポイント、エンド1。予想通り30点ぐらいいきそうですよ、本当に。それぐらいの価値がありますよね。はい、佐山得点力がありますので、新種としてはこのオフェンスをどう守っていくかももちろん大事になってきますが、はい、ダジンスキーのスリーポイント決まります。ね、ダジンスキーの今日1本目です。外で受ける、体を出ながら、赤穂キャッチアンドシュート決めてきた。チームでやってますね。どうだ、ブレイブサンダース、なんと3試合連続の前半終了ブザービーター。いやー、これよく決めましたね。こんなに流れているタイプ、エンドラメの3来ました、同点。この後はね、ターンオーバー少なくなっていくんじゃないかなと思いますね。はい、ガードナーステップからのスリー入りました。右サイドボーダー、さあここからでも打つ能力があるが、イヒョンチュン遠目からのスリーポイント、1本目来ました。さらに今日注目選手に挙げさせて、松脇ディープスリー、ここまで来ました。いや、どうですね、今マッチアップするだけですね、今ね、ゾーンで、マッチアップゾーンで。ここで回して、菊池がキャッチアンドスリー、どうでしょうか、来ました、2本目です。なんか今日持っていきそうな気もしますね。そうですね。はい。得点は、今ので27点目、キャリアハイは35。おー、シュートファウルです、坂部。おー、決まりました。スミス。スミスに対して、坂部。肘のところ、来ましたかね。ちょっとこの辺りは信州は前のスリーというのはもちろん警戒しなければいけません。星野がキックアウト、ボールを回して、ただラベナがいる中でよく決めました、石川です。2本目のスリーポイント成功。 いい流れでね、ましたよね。この辺もね、ボールムーブいいんですよね。はい、はい、さあまた同点から、ほらフリーだ、また、いやこちらもだ、お互いの決め切る力を持っている。ここから来るのか、篠山竜星、来ますよ、これ来ましたよ。藤本さんの予言的中、こんなところから決められるのか、ロボ3どころではないぞ。これこそ篠山竜星の左手ですよ。藤本さんのおっしゃる通り、素晴らしいボールハンドリング。